ちゃいいな。ヨウモのそのターンが速いの速さで無失点の壁を開けたなというふうに思いますね。韓国は後半も追いつかないといけないですからね、はい、まあ、後半どういう展開になってくるのか非常に楽しみです。それでは BS ニュースをお伝えします。その後前半のハイライト振り返り、娘になっちゃうかも。去年11月オーストラリア